Cultivation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。みなべです。はい、というわけで、はい、カルティベースラジオやっていきたいと思いますけど、はい、今ね、でしょうね、はい、ズームの仕様でね、悪評が立っている、レコーディング開始しましたアナウンスね。はい。そう、あれ、一応設定で切れるらしいんですよ。切れるようになったらしくて。あ、切れるんだ。そうなんだ。切れるようになったけど、切るの忘れてたんで、今なっちゃって、ちょっと、ね、はい、如実にちょっと動揺してしまいましたけど。はい、なんか英語は流れてきましたよ。あ、そうなんだ。キロ。そうなんですよ。キロ。はい。あれめちゃめちゃ評判悪いっすよね。うん。これから録音するぞってすごい、なんか圧力を感じますからね。そう、うん、めっちゃ収録との相性がめっちゃ悪いのがね、毎回。多分皆さんの耳には入ってない。僕らの耳にだけ鳴り響いてるんですけど。はい、レコーディングプロセスって入りますからね。ちょっと英語怪しかったけど。はい。はい。はい、はい。でね、今日、そう。うん、今日珍しくちょっと僕が話したいことっていうか、みなみさん聞きたいことがあって。いや、もうガンガン話してくださいよ。はい、もう安西さんの最近気になってることとかいろいろ聞きたいよ。ちょっとね、はい、そう、さっきもいろいろあるんだけど、開示できないこともいろいろあるなと思いながら、でも、あ、これは自己開示してこうよ。はい、話したいなと思ったんですけど。無視した。そうそう。マネージャーとか、まあ、ファシリテーターとかに共通して、はいはい、観察力ってめっちゃ大事じゃないですか。はい。と、っていうか大事にされているじゃないですか。はい、やっぱこう、はい、ファシリテーションするにしても、うん、マネジメントするにしても、うん、まあ、今チームがどういう状況なのかとか、うん、あれなんで今日盛り上がってないんだろうなとか、はい、なんであの人今、なんかちょっとパフォーマンス低いんだろうなとか、はい、気がかりなことがあるんだろうかとか、っていうことも含めて、はい、まあ、ちゃんとまずよく見ましょうと。確かね、うん、中原先生のあのマネージャーの本にもね、まず部下を見ましょうって書いてあった気がする。はい、はい、まあ、それぐらいやっぱファシリテーションの本読んでもマネジメントの本読んでもまず観察が大事っていうんですけど、うん、はい、はい、でこれまあ基本的には僕もアグリーで観察力大事だよねと思うんですけど、うん、結構このメッセージってなんだろうな、リスクっていうかちょっと気をつけなきゃいけない注意点もあるよなと思ってて、はい、でやっぱ観察ってまずすごいビジネス技能として超憧れるんですよ。すごい観察力高いですって、やっぱなんか魅力的じゃないですか。はい、なんだろう。例えば観察力高いってどういう感じなんですか。いや、僕最近古畑任三郎全部見直してるからそう感じるのかもしれないけど。そこ？いや、犯人当たりつける特定早すぎでしょみたいな。もう古畑任三郎すごくないですか。だって冒頭でもう犯人が最初にもう絶対出てきて、で、まあ、秒ぐらいで犯行を殺して、ですぐ古畑任三郎が出てきて、はい、まず疑いをかけるっていうところが開始15分ぐらいで、ね、はい、取り行われるけど、でもやっぱそのちょっとした着眼によってなんかその手がかりを得るって、やっぱなんかこう、うん、あまりにもクリエイティブで説明がつかないんで、なんか魅力的に映るんですよね、うん、はいはいはい、で、まあ、探偵推理物って、なんか歴代そうで、うん、元をたどるとさ、うん、シャーロック・ホームズが観察力のエキスパートとしてよく描かれてて、はい、で、シャーロック・ホームズが相方のワトソンに初めて出会った時に、はい、初めまして、アフガニスタンにいらしたんですか、うん、みたいな、から来たんですかみたいなことをいきなり開口一番で聞いて、なんで分かったんですか、はい、っていうくだりが、出会いのシーンで描かれてるんですけど、はい、なんかワトソンの姿を見て、顔は焼けてるけど、うん、手首の裏は白いから日焼けだなと、うん、でちょっと医療関係者っぽい風貌をしていて、でもなんか右腕がぎこちなくて負傷してるなとか、はい、右腕か右足かせだけど負傷してるなとでちょっと顔が憔悴してるから、なんか苦難を通ってきたに違いないから、これはアフガニスタン戦争に軍医として出陣していたやつだなみたいな、はい、感じでアフガニスタンから来たんですかって聞くみたいな、はいはい、はっけーみたいになるじゃないですか。半分もう妄想に近いですよね。そうっすよね。そう、はい、そう、そんないきなりね踏み込んで普通聞かないですからね、うん、そう、いや、だからそういうの見るとすげえな、身につけたいなとかって思うし、なんかファシリテーションとかマネジメントしてても、はいはい、やっぱ熟練した人ってなんかそれに近いことをたまにやるというか、うん、なんか、あの人が、はいはい、もやもやしてたんじゃないかなと思って、なんか今ちょっと言いかけたっしょとか、
言いようなんだし、はい、なんか本音があるなら言いなよっつって言って、はい、場を、はい、いや実はみたいな、なんかそういうのってあるじゃないですか。はい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 、だけどそれ真似しようとすると沼で、うん、やっぱこう、はいはい、観察の本読むと事実と解釈を分けましょうとかいろいろ書いてあって、うん、でもそのまず解釈を除いて事実を見るってすごい難しいし、はいはい、世の中って事実が多すぎるんで観察の対象が多すぎ、うん、情報が多すぎてもう何から見ていいか分かんないし、はい、結局その、うん、なんだろう、観察しようとし続けたままミーティングが終わるみたいなことになると思っていて、はいはい、初心者のうちというか観察より自信がないうちは、うん、だから観察大事だよってっていう時に、なんかちょっとガイドがないと難しいんだよなと思ってて、うん、だからそういう意味で、ね、シャーロック・ホームズ読み返すと、うん、あのワトソンに実は、うん、ズボンの膝がめちゃめちゃその人の職業が現れてることが多いから、ズボンの膝をまず見ろとかっていうアドバイスをしたりするわけですよ、実は。だからそういうあの袖に現れやすいとか、はい、手に現れやすいとか、膝に現れやすいとか、いくつかチェックポイントみたいなのがシャーロック・ホームズも持ってて、そこに着眼して情報を取ってるから、その膨大な情報の中からなんか、うん、適切に観察できてると思うんですよね。はいはいはい。で、今日僕が宮部さんに聞きたいのは、うん、やっぱその、経営者で組織が50人とかになると、もう全チームの全ミーティングとかもう当然見れないわけで、はい、で、見れないです。しかもリモートになってくると、一人一人の表情とかも見れないわけで、はい、もう見えない、膨大な情報どころか、もう情報がほとんど遮断されてるみたいな状態になってるわけじゃないですか。はい。はい。なんかそんな中で、マネージメントする上で、なんか、うん、こういう兆候があったらちょっと注意するようにしてるとか、はい。そういう、なんだろうな、専門的し、精度の高い診断はまだできないかもしれないけど、なんかちょっとここに着目してると観察がはかどるよみたいな。はい、ああ、なるほどね。足がしびれてたらちょっとその腰痛やばいかもよみたいな、なんかそういう、はいはいはい、あの素人でも着眼できるガイドライン、うん、ワトソンにアドバイスしたみたいなガイドラインがあったら知りたいな、はい、僕の本のネタにしたいから知りたいなって感じです。なるほどね。なんかあるかな。なんかあるかな。あの違う軸の話はなんかそれを実際に調査していくなんかコツみたいなあるんだけど、分かりやすい兆候的なところっていうと、なんか、あるあるみたいなところで言うと、あとでなんかそのコツみたいなね、うん、あるあるみたいなところで言うと、例えば、マネージメントの人が、いや、あの人が今めっちゃ押し込んでて、みたいなことをシェアしてきたをするじゃないですか。はい、でした時に、半分くらいの確率で、マネージャー自身が落ち込んでるケースって結構あるんですよね。なるほどね。結構あって、マネージメントの感情、モチベーション状態をメンバーがトレースしてしまっていて、鏡になっちゃってるってケースって多くって、なんか、はい、メンバーのなんかそういう話、相談があった時に、マネージャーの方に問題がないかなっていう、マネージャーの方は健全な状態で臨めてるのかなっていうのは、半分一応、なんかマネージャーの診断をしてエンパワーメントするみたいにすることはありますね。なるほど。なんかそう、結構、それあなたのことだよねみたいなことを思うことはあったりはするね。特に初級マネージャーの場合はこれが発生しやすいですね。うん。面白いですね。それ結構大事、いいチェックリストかもしれないですね。あ、本当に、うん、結構ありますね。うん。ごめんなさい、今。なんだ電話がかかってきちゃって。うん。一瞬、保留にしたんで大丈夫です。はい、やめな、まあまあ、ラジオ始まって、収録中に電話かかってきたの初めてなんで、ちょっと動揺しちゃいました。はい。そういうパターンがある。はい、はい、すいません。はい、まあそういうマネージャーの話はありますね。それちょっと一個だけ深掘りしたかったんですけど、はい、それってなんか仮説的な可能性として、はい、マネージャー自身も無意識に自分の心身の状態がもう、うん、はい、無意識のまま、まあ、メンバーに影響を与えちゃってるとか、はい、あるいはメンバー自身をそう捉えてしまってるっていう、まあ、無意識的になんか自分のメンタルが、はい、伝播しちゃってるみたいなパターンもあるだろうし、はい、うん、あとは、なんだろう。自分の心理、言いたいことを投影するパターンみたいなのもあるのかなと思って。うん、なんか、例えばちょっと今、はいはい、組織の変化に不安を覚えてるって言った時に、うんうん、
例えばメンバーが組織の変化に不安を覚えているということを、うん、はい、こう確証バイアス的に捉えちゃって、はい、でそれをメンバーの不満としてなんかこう表明するとか、はい、なんかそういうなんか いろんな感情の投影のパターンがありそうだなってなんとなく思った、はい、全然あります、ね、あの、うん、そう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 深く話を聞いてみると特にそういうことをメンバーが言ってるわけじゃなくって、メンバーのアクションとか行動に対してそういう意味付けをしてこうなんじゃないかって言ってくる、うん、それ、うん、あなたがそう思ってるだけだよねっていうのは普通にあったりはしますね、うんうん、なるほどね。コンサルティングに入ったりしても、うん、コンサルティングに入ったりしてもやっぱりそういうケースを割と見ることはありますね、うん、なるほどね、面白いですね、うん、なるほど、それがまあ、はい、着眼点その1、はい、これそのいくつまであるんですか。そうだね、なんか今考えな完全に言語化考えながら話してるんで、まあ、よくある話で言うとそれですよね、うんうん、なんかでもなんだろうな、結構伝言ゲームによるエラーみたいなのは普通にあったりとかしますよね。基本的になんか顕在化して報告されたりとか何かしらの問題が起きた時とかって、なんかそういうふうにこうそれ自体が問題っていうよりかは何かしらのバイアスが発生してちょっとねじれ構造が起きてたりとかすることってめちゃくちゃあったりとかするから、基本的になんか起きたこととかレポーティングとかをそんな信用しないっていうのはあるんですよね。うん、信用しないっていうとなんかその人のことを信用してないっていう感じじゃなくって、基本的になんか事象みたいなのがあった時に基本はそれをリファレンス情報対称性をちゃんと取得して、それをいろんな角度から照らしてみてどんな見方がその事象にあるのかっていうのを調査して、でその結果それに対する正しい見立てを把握して解決するみたいなのが結構あって、でなんかそれを機械的にやるみたいな、なんか問診のコツみたいなのがあるんだよなって思ってるんですよね。なんかお医者さんとかも基本なんかそれをずっとやるみたいな話聞いたことがあって、うんうんうん、やっぱり病状の見立てみたいなのを解読ってすごい難しいから、ね、前なんかそう一つ目のクリニックで当てるのってほぼ無理らしいんですよね、うんうんうん、なんでそこでどういう診断をされてどういう薬を出されたかっていうのを二つ目のクリニックで聞いて、でそれをベースにまたもしかしてこれかなみたいなのを仮説検証した結果たどり着くみたいなのがあって、うんうん、基本的に正しい問題の見立てっていろんな目線で情報対称性を合わせた結果わかるみたいなところがあって、なんか結構あの問題をそのままに問題として受け取っちゃった結果エラーが起きるみたいな、うん、初歩エラーみたいなのがあって、うん、なんかそうメンバーからマネージャーもそうだし、うん、マネージャーからマネージャーみたいなのもあったりとかするし、うん、なんか部署間を隔てたエラーみたいなのがあって、うん、なんか問題が正しい伝達で伝わらない結果結果的にねじくれるって問題自体が問題になるみたいなケースもすごい、うんあったりはするんですよね。なるほどですね、はい、まあ、立体的に情報を捉えましょうっていうことを思うんですけど、はい、うん、なるほど。確かに古畑任三郎もね必ず、うん、あの今泉がねこれ自殺の線が濃厚ですねってレポートしてきたらね、はい、絶対信じないんで自殺じゃない可能性をまず探るっていうところからやってますね、はい、確かにね。そうですね、うん、なんかそれを機械的になんかパワーパーってやってちゃんと正しい問題の見立てに結果的にたどり着くっていう方がなんか大切な気はするかな、うん、そうですね、うん、まあ、これニュアンス難しいですけどなんかまあ疑いにかかるっていうか、うん、嘘ついてんじゃねえかとかっていうよりかは、まあ、なんかこう正しく課題をなんか、うん、はい、健全ななんか、はい、なんだろうな、本当はあのただの肩こりなのに違うせいにしちゃってるみたいなことが起きないように、うん、はい、そうですね、情報対称性を取って整えるみたいな感じってことですよね、うん、そうですね。で大体なんか探っていった結果実はめちゃくちゃ軽度な問題だったっていうことってすごい多かったりするんで、うん
うん、元をたどっていくとね。いや、それもう本当にパパッとちょっと5分くらい作業すれば収まる問題だよねとかって本当にあったりとかするんですよね。はいはいはい、うん、不安が不安を呼ぶみたいな、うん。対話が大事だっていう話をよくしますけど、はい、なんかそれ対話の前にちょっとこのスケジュール調整のミスだから敷き直せば解決するんだけどとか、なんかそういうことも結構ありますよね。結構ありますね。うん、それが、うん、ないまま感情的な問題として捉えてやってしまうっていう、割と組織の問題解決のバッドパターンみたいなのがあって、うん、うん、割となんか組織の人数が大きくなっちゃったりすると、うん、なんかそういう問題として捉えてやって、結果、正しく問題が解決されないっていうのはあったりはするかな。なるほどね。うん、そういう意味ではあれかもね、着眼点、ズボンの膝を見ろみたいな着眼のリストもあるんだけど、どっちかっていうと、うん、事象が湧き上がった時に、なんかこう、はい、なんだろう、問いのチェックリストみたいなのがあって、それって本当に、はい、それは本当にあなたの問題じゃなくてとか、それって本当にメンバーの問題みたいな問いもそうだし、はい、それって本当に対話で解決すべき関係性の問題ですか、はい、っていう問いかけもそうだし、はい、なんかそういうあの問題をなんかこう検討するための観点みたいなのを持っとくみたいな感じなのかもしれないですね。はいはい、そうっすね。だからなんか健全な組織状態を保つためのコツみたいなのがあって、うん、あの例えば OKR による状況の可視化とか、プロジェクトとかプロダクトにおける状況の可視化とか、あるいは人とかとコミュニケーションしている定例だったりとか対話の可視化みたいなのがあって、うん、オープンに情報が流れるようにした上で、うん、なんかちょっとしたモヤモヤというか、あれちょっとこれどうなってるんだろうってわからないところがあったら、うん、機械的にリファレンスを取って解像度を上げるみたいな状況、うんうんうん、まあ、文化マインドネスみたいなのが築き上げられるのが状態で重要で、そうすると結果的に、うん、あのなんだろう、あ、それ風の兆候だから今のうちにちょっとあの予防薬飲んどいた方がいいよ、栄養ドリンク飲んどけば熱にならないからみたいなのが、うん、お互いにこうし合える文化みたいなのができたりとかするんですよね、うんうん、だからその状態まで持っていくっていうのが結構組織健全性を保つ上ではめちゃくちゃ大切っていうのはありますね。なるほどね、うん、大事ですね。なんか、はい、胃を壊したりとかぎっくり腰に来る前に、うん、自律神経が乱れてきた時のサインに関して、うん、なんかちゃんと察知してで情報を取りに行く機械ルーティーンみたいなのがあると多分よくて、はい、個人も多分やってるはずなんですよね、はい、なんか、うん、寝つきが悪くなったりとか、なんか、うん、例えば手汗がかくようになったとか、 なんか、あ、自律神経乱れるなって、その人なりのサインを察知したら、うん、マッサージとかサウナ行くとかあると思うんですけど、うん、なんかそういう家庭の医学的な、うん、発見と対処ルーティーンみたいなのを組織のマネジメント構造の中に持っておくみたいな感じですかね。はい、そうですね、うん、なんかそうそうそう、そういうのができるとめちゃくちゃいい。なんか誰もがワトソン君のズボンの裾とか見てとか発見とか古畑任三郎にはなるのは難しいんだけど、ね、仕組みとそう、うん、文化とかでそこら辺は解決できるようになったりとかはするかな。なるほどね。あと結構難しいのが、ここら辺ってリファレンスを取ったりとかするのって機械的に結構ルーティン的に本当にタスク管理的な感じでやる必要があって、うん、なんかなんだろう、ニュアンスが難しいんだけど、フィードバックを恐れるみたいな、なんかそういう文化感があったりとかすると難しくって、うん、機械的にこれってどういうことみたいなの、あ、これこうで、みたいな情報取得を、いかに相手に分かりやすく、高速に、スムーズにやれるかっていう、うん、なんか主観じゃなくって客観でやり合うみたいな、パワーってやって、で、土台を揃えて情報があってから主観でやるみたいな、うん、なんかそういう機械的なルーティーンを、なんか個人としてもスキルセットとしても文化観としても作っていくっていうのがすごい重要だったりはしますよね。なるほど、うん、はいはいはい、ありがとうございます。はい、僕の次の書籍、問いかけの作法の中の観察の章に、はい、入る入る本当にやった、協力者になんか奥付けに書かれたりするかな、ラジラジのところに、はい、書くかもしれないです、はい、やったというわけで、じゃあ今日はじゃあ今回にしていきましょうか、
はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。